はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。今回はついにお別れということで、レクサス IS300 F スポーツモードブラック、1年以上、乗りましたけれども、新型 NX350 の F スポーツと入れ替えの予定なんですけれども、実はちょっと秘宝がありまして、NX350 の方がですね、納期がちょっと伸びちゃいまして、というのも一部オプションを装着している車の納期が伸びてしまっていると、まあ言うたらマクレビなんですけれども、私はちょっとつけてしまっていたので、当初予定していた、21年内中の納車がどうやら難しくなったということで、もう諦めて、登録自体を22年登録にして、1月の、まあ、後半の納車ということで、ほぼ1ヶ月納期伸びちゃいました。もう早い人だともうね、納車されてるっぽいんですけれども、まあちょっとしょうがない、待つかという感じですね。なのでそれまで IS 乗っててもよかったんですけども、昨今ね、あの半導体不足とか、あの生産調整とかのコロナのね、関係で、新車の納車が軒並み、遅れていると、いうことで、中古車の、市場価格が非常に今上がっていると。特にこのレクサス IS300 のモードブラックとかの、まあ、特別使用車に関してはですね、一時期プレ値で、取引されていたほどだったので、で大体いつもね、年末ですね、12月の半ばから1月の半ばぐらいまではあまり、中古相場って上がらない傾向にはあるんですけども、まあ今回その中古車市場の高騰を受けてですね、ハリアーがまあランクルと、入れ替えで、手放すというタイミングだったので、合わせて、2個口でですね、一括査定やってみました。で最近はね、カババさんで、あの要は個人間売買ですね、こちらのいいねで、出品して、それに応じてくれる人がいたら売れるというのをやって、最近はそれで、結構高額に売却することができていたんですが、まあ、カババさんの弱点としてはですね、出品しても売れない可能性があるというのと、出品してから実際に手離れするまでの間にやっぱかなりの時期がかかるんですよね。出品しているのを知られていない場合もあります。私の場合は、YouTube とか Twitter とか、まあ2万人以上のフォロワーがいるツイッターとか、あとは YouTube も20万人いる以上いるんで、売りますって言ったら大体買い手が現れるんですが、それでもやっぱり出品してからですね、1ヶ月2ヶ月はその完全に売却が終わるまでかかってしまうということが多いので、まあ今回ハリアはですね、ランクルの納車がもう近づいていたので、まあ早めに手離れしたいというのもありまして、いつもやっている一括査定、ネットの一括査定ですね。で、こちらで、売却、することにしました。もう最近ではね、ワンソク流、買取術みたいな感じで認知されてるみたいで、結構多くの方に、ワンソク方式という形で、高額査定を叩き出しているっていうのをね、ツイートとか、あのコメントとかいただいてますが、ワンソク流の、まあ、高額、売却術っていうのがありますので、まあ、私がね、なんでこんなに早いサイクルで車を買い替えられているのかっていう、そのやり方はもう、ブログでまとめていますので、今度ね、リクエストも結構いただいているので、高く売る方法、あと高く売れる車の買い方みたいなのは、動画でも出そうと思いますが、もう早く知りたいという方はですね、ブログ下のリンクとトップコメント固定で貼っておきますので、そちらを見ていただければと思います。今回もIS とハリアーは一括査定で売却したんですが、まあ予想を超える価格で売れました。もう特にこの IS がいくら売れたかっていうのはね、そのまとめ動画のところで出したいと思いますが、まあ本当にね、高く売れたんで、まあちょっと言っとくと、残債プラス100万ぐらいで売れたんで、これを売ってですね、1年以上乗って残債プラス100万で売れたと。確か今回フルローンで組んでたはずですが、それで残債プラス100万で売れたということなんで、じゃあそのプラス100万以上のお金を頭金にもう一回 IS を買うと、なんと月々の支払いを抑えて同じ車に乗れてしまうというね、このね、腕足錬金術みたいなのができてしまうんですが、ほんとね、車の錬金術師みたいなね、感じになってますけど、本当にね、そのぐらい高く売れたんですよ。ディーラーの査定
よりも全然高く売れましたね。どんなやり方で売ったかは、下のコメント固定で、ちょっと見ていただければと思います。そして今回、IS がついに、予定よりちょっとね、だから1ヶ月以上早く、売却した形になります。NX の納車まで待って入れ替えてもよかったんですけども、まあ、1月のね、中旬以降から2月の半ばぐらいまでが、実は1年で一番、中古査定が高くなるタイミングなので、そのタイミングで売るっていうのも全然ありだったんですけど、年末が近づく前に11月末から12月の頭ぐらいまでのタイミングも結構高く売れるタイミングになるので、そのタイミングでちょっと一括査定やってみようと思ったら、まあ、今回、ちょっとびっくり価格が出たということで、売却になりました。なので、納車1年ちょっとにはなりますけども、11月23日に、2020年の11月23日に納車された IS ですんで、まあ、1年と2週間ぐらいですかねの、納車最終評価という形で今回動画出してみたいと思います。毎回ね、 IS はあの動画出すたびというかですね、アンケートでどの車でドライブ行くのがいいですかっていうのを聞くたびに、もう IS が1位になっちゃってたんで、もう IS はもう殿堂入りして、あの回答欄から抜いてくれっていうコメントがいっぱい来るほど、皆さん IS が大好きということで、IS のね動画もいっぱい出してきましたが、ついにお別れとなります。で、今の、走行距離が4353キロということで、まあ、1年で4300キロしか乗ってないっていうのは、まあ正直かなりの低走行だと思います。まあ、というのも私は7台持っているので、これを7倍すると、まあ4728、まあ、3万キロぐらい年間走ってる計算になるので、まあ、そこまでいっちゃうと逆に過走行なので、まあ、複数台持ってるメリットとしては1台あたりの走行距離を抑えることができるというメリットもありますよね。まあ、そうすると売却する際に、低走行で売ることができるので、まあ、0.4 万キロだとしたら、まあ、相当いい、出玉になると思いますが、まあ、そのね、レクサス IS300F スポーツモードブラック、まあ、1年の、最終評価というのをやってみたいと思います。まあ、もうすでに何回もやっててそんなに評価が変わるわけではないですけども、まあ、最終評価、してみたいと思います。まずエクステリアですけれども、今までも超高得点出していましたが、こちらはやっぱり95点と、させていただきます。前回の評価でも95点つけたかと思いますが、まあ、昨今ねセダン不遇の時代にありながら、もうほんとこのエクステリアめちゃくちゃかっこいいと思いますし、もう見た目に惚れて買ってもいい車だと思います。実際問題 IS のこの見た目に惚れて買われている方っていうの多いと思いますが、本当にねいつ見てもかっこいいと思いますし、自分の IS じゃない IS、 例えば白の IS とかがスーパーとかに泊まってるのとか見ても、いやかっこいいよなって思わず見惚れてしまうかっこよさがあると思います。やっぱセダンいいですよね。今売れてないですけど、セダンっていう車の形自体がもう役割を終えて、今 SUV がね今の国民車という形になってると思いますが、それでもやっぱセダン、3ボックスのセダンってかっこいいなと改めて思わせてくれたのがこの IS だったと思います。ほんと昨今売られているセダンの中で一番かっこいいんじゃないのって思いますけどね、これ。で、まあ5点分の減点は、まあまあいつも言ってますけど、リアウィンカーが豆球であるとか、アダプティブハイビームが備わっていないだとか、まあそういうところぐらいですかね。まあアダプティブハイビームが付けられなかったっていうのも、やっぱユニットの大きさが結構大きいの、厚みがあるそうで、それをやっぱ入れるとなると、今のこの IS の、薄く低い、ヘッドライトの形状、フロントマスクの形状が維持できないということで、今回は断念したというふうに開発者の、小林さんとかもおっしゃってましたが、まあまさにね、このかっこよさを実現するためには、まあしょうがないかと、アダプティブハイビームついてなくても。ただリアウィンカーに関してはやっぱ豆球っていうのが、まあ北米で売られるモデルに関しては眩しすぎるっていうあのクレームがあるから、あえて豆球にしてるっていう言い訳を聞くことがあるんですけど、でも北米で売られてても新型の NX も LED ですし、言うたらあの IS の中期型がLED だったのに、その言い訳は通用しないよなと思いつつ、まあそういうところぐらいですかね。それ以外は本当エクステリアに関しては非常に満足度高い、車になってます。特にやっぱ BBS の、19インチの単造ホイール、この
マットブラック塗装のもの、これめちゃくちゃかっこいいですし、やっぱこれモードブラックだからこれについてますけども、これオプションで単品で買うと4本で70万ぐらいする、やっぱ高価なものが特別仕様車でついたりものが買えるっていうのは本当にお買い得だったなって思いますけどね。まあ今はね、このモードブラック初期型は、買えなくなってしまいましたが、モードブラック S というね、また別の特別仕様車が買えるようになっています。それだと私がちょっと気になっていた、サイドのウィンドウメッキーモール、ここが、漆黒メッキになってより、黒みが増しているというモードブラック S になってますので、今これから買われる方はですね、モードブラック S、購入検討されてみてはいかがかなと思います。ただ次の内装編でも言いますけれども、あの本木目がつかないとか、いろいろねちょっと変わってしまっている仕様の部分はありますけどね。ということでエクステリアに関しては95点、もう今まで乗ってきた車の中でも多分トップじゃないかな、95点ついてるのっていうぐらい、IS のエクステリアに関しては本当満足しています。続いて内装なんですけれども、内装に関してはまあ75点かなというところですね。これはまあ、前期型からそれほど変わっていない部分、中期型からもそれほど変わっていない部分、ナビが 10.25 インチのものは中期型からついていますが、それが手前に移設されてタッチ操作にも対応するようになったっていうのが今回の、ビッグワイナーチェンジの、ポイントでもありますし、あとこういうところの、エアコンの吹き出し口周りのデザインが変わったというところぐらいだったと思います。で、今回モードブラックに関してはここが、銀炭アッシュの本木目の、ステアリングホイール、さらに、ウィンドウスイッチ台座のところも、本木目になっているということで、通常の F スポーツとかに対しても内装の質感が上がっているってことで、私はもうこれしかないということでモードブラックを購入したんですが、まあ、とはいえですね、まあ、メーターが2013年の頃から変わっていないと、まあ、それはIS に限ったこっちゃないんですけど、相変わらずその 4.2 インチのマルチインフォメーション相当の情報しか表示されないというのは、まあ、IS に限ったことではなく、これにも共通している不満のポイントではあるんですが、まあ、メーターの情報が少ないとか、あとヘッドアップディスプレイがない、これは結構相当痛いですね。というのもやっぱマルチインフォメーションディスプレイの中に表示できる情報、一度に表示できる情報が少ないがゆえにですね、例えば燃費とかオーディオとか、ナビのルート案内とかを表示していると、アダプティブクルーズコントロールとかの、動作状況が見えないんですよね。昨今のトヨタ車ではあのハリアーとかだと一部にそのクルーズコントロールの状況とかが表示されるようになってますが、残念ながら IS ではそうにはなってないということで、一瞬だけクルーズコントロールの情報が表示されたりはするんですけれど、その後は燃費の情報に戻ってしまったりとかいうことで、今じゃあ、何キロでクルーズコントロールがしていて、レーン保持をしているのかどうかっていうのが見えないんですよ。それを、このマルチインフォメーションディスプレイ上に運転支援の作動状況を表示すると、今度は燃費とかが見えなくなってしまうという、あちらを立てればこちらが立たず状態になってしまっているっていうのが大きな不満でした。で、特に IS ではヘッドアップディスプレイの設定がないので、まあ、ハリアーとか他のモデルではですね、ヘッドアップディスプレイの中にクルーズコントロールの作動状況、設定速度とかが表示されてたりとかするので、そこまで不満ではなかったんですけど、 IS ではそれがないがゆえにですね、さらにやっぱ情報が少ない、運転に必要な情報が一度に得ることができないっていうのが、まあ、不安なポイントでした。そういうところも加味するとですね、やっぱり、内装の評価っていうのは、まあ、80点はつかないかなというところで78点ぐらいというふうになっていると思います。まあ、ただね、ニーパッドもちゃんとついているし、前期型の IS 私乗ってましたけども、そこから比べるともはるかに内装の質感は向上しているなと、こういうところもピアノブラックになったし、で、今回はね、電動パーキングブレーキとオートホールドもつきました。まあ、これによってね、やっぱ、まあ、大きすぎるぐらいの、まあ、メリットは享受できているので、まあ、私も再び IS を2回目、同じモデルの中の前期モデルと後期モデルを買ったというぐらい、まあ、IS は気に入ってる車でもあるというところですね。で、このトラックパッドですね、リモートタッチというのが。で、新世代のレクサス、まあ、NX 以降のものに関しては、このリモートタッチ廃止になって、すべてタッチディスプレイの方に
ね、集約されるという風なのが次世代レクサスのインテリアの、テーマになってます。で、高級車レクサスのアイコンでもあったアナログ時計もやっぱ NX 以降の次世代レクサスでは廃止される方向というのは一応開発者の方にも伺っていました。だから今後は NX 以降のフルモデルチェンジないしは新型モデルに関しては、アナログ時計もなくなると、まあ、手綱コンセプトという、インテリアのコンセプトになるのでもうアナログ時計は役目を終えただろうと、それよりもでっかいディスプレイで見せていこうっていう風な方向に変わっていくということだったので、まあ、それが残ってる、まあ、最後の方のレクサスモデルというふうに言うこともできますが、個人的にはやっぱこのタッチ、リモートタッチのタッチパッドめちゃくちゃ使いやすいんで、あの地図の拡大縮小とかも手元で、こう拡大縮小ピンチインピンチアウトでできるし、あのフィードバックがあるんですよね、ボタンの上に置いた時の、あのブルッというあの今ボタンの上にありますっていうフィードバックがあったりとか、この辺の仕組みっていうのはすごく直感操作ができるので、しかも、ブラインドタッチでできるのですごくいいなと思っていたんですよ。やっぱナビでここでやるとなると絶対目視が必要になりますし、さらにうまく押せない時もあるし、背中がシートから離れるというやっぱ無理のある姿勢になったりとかもするんで、そういう意味ではやっぱりこっちのリモートタッチがあった方が便利なのになとは思う部分ですね。続いてユーティリティですけれども、まあ、セダンなんでユーティリティはまあ重視する車ではありませんので、まあ75点と、まあ平均点という形で評価させていただければと思います。まあそれでもトランクスルーもできますし、ES とかではね、トランクスルーできませんから、まあハイブリッド専用だからっていうのもありますけど、それとかに比べるとやっぱまあ利便性も、あの段差とかあるけど、トランクスルーもできるし、一応こう、部座席もまあ広くはないけど座れるし、で、アームレストとかもついてるし、でポケット類もすごく豊富ではないですけども、まあ、セダンとして満たされる、ユーティリティの要件は、満たしてるかなと思って、まあ、75点というふうにさせていただきました。普通ですね、普通。続いて、走りの面に関してですけども、まあ、こちらはですね83点とさせていただきます。80点は超える、うん。でも90点はつかない、85点までもいかないかなっていうぐらいですね。まあ、今回結構走りは、下山の、コースで鍛えたっていう風に言われてますが、確かにあのハブボルト締結にしたりとか、あとはボディ剛性を高めたりということで良くなってる部分っていうのはあの往々にして感じることはできます。あのやっぱ前期型のモデルとかに比べると、あのドライブフィールに関してはだいぶ良くなっているし、ステアフィールも重くなってあのいいんですけども、ただ他の輸入車とかの、まあ、D セグメントのセダンとかですね、あと TNGA 採用以降のトヨタ車とかと比べると特筆してすごくいいっていう感じでもないっていうのがまあ正直な感想ですよね。やっぱ発足 AT が積んでるんで、あの小気味よく、あの RX300 あたりとかと比べても燃費もいいし走りもいい、それはまあ間違いないとは思うんですけど、レクサスの中で比べたらいいんですけど、ただ同様のクラス3シリーズとかですね、 C クラスとか、あとはアウディの A4 とかあたりと比べるとそれほどすごいっていう感じでもないんですよね。でもこのやっぱ2リッターターボと発足 AT の組み合わせは結構良くて、2000回転回さないでも、まあ、街中ではこと足りますし、結構その2000回転以下のトルクも豊かなんで、1750回転ぐらいに、多分トルクのピークが来てたと思うんですが、結構ね、力強いんですよ。だからあんまり回さなくても走れるし、高速の100キロ巡航とかも2000回転以下ぐらいでこなせてしまうので、結構ね高速燃費も良いということで、現在リセット間の平均燃費で 12.7 と出てます。これ高速だけ走ってると15ぐらい出たりするんですが、リセット間平均燃費は 12.7 と、まあ、この前ね査定をしてる最中にあのずっとエンジンかけっぱなしとかにしてたんで、燃費は今著しく悪化してるんですけども、さあここからじゃあね、ちょっと首都高の、私のお気に入りのドライブコースを走っていきたいと思います。いやせっかくなんで、ドライブモードセレクトをスポーツ S プラスにします。
加速、床まで加速。おお。おお、気持ちいい。この2リッターターボね、やっぱ結構気持ちいいですよね。いやー、やっぱ FR の後ろから蹴り出される感覚っていうのは気持ちいいですね。そしてやっぱ S スポーツ S プラスにすると、エンジンの回転数が2000回転ぐらいで待機するようになるので、アクセルを踏んだ時の加速の付きがだいぶ良くなりますね。そしてエステアもちょっと重くなるという感じで、まあ、これがね、標準でもいいんじゃないのっていうぐらい、このぐらいのはっきりとした、スポーツに振ったですね、キャラクターがあれば印象ももっといいと思うんですけどね。だからあえて封印してるような感じはありますよね。だからスポーツプラスをするにするためにノーマルモードをあえて抑えてるっていうような感じになるので、そこはあえてもうこれが標準ぐらいでもいいんじゃないかなって思うぐらい、これがデフォルトだったらめっちゃ気持ちいいのにって思うんですけどね。走りもステアフィールもスポーツやっぱ S プラスにするとステアも重くなって、中立付近も結構座りが良くなるので、これだったらいいですね。やっぱその TNGA 採用以前のプラットフォームとパワーステなので、やっぱそのあたりはですね、最新の NX とか、まあ、もっと言ったらヤリスクロスとかカローラクロスとか、そのあたりの車と比較してもパワーステの味付けは正直ちょっと中立付近にやや不完体があるかなと。特に切った後の戻しがやっぱファジーな感じがしてしまってるんですよ、ハブボルト締結にしたとはいえ。そこは結構他のトヨタの車、ハリアーとかヤリスクロスとか乗った後に IS に戻ってきても感じてしまう部分なんで、そこはやっぱ世代の違いっていうのを感じさせられてしまう部分かなと思います。ただこの S スポーツ S プラスにしてると好ましい、うん、これがデフォルトであってほしいって思うぐらい、これだったら全然いいですね。ノーマルとかだとちょっとやっぱ不完体を感じるような、ステアフィールになってしまうという感じがあります。なので、ドライブフィール、まあ、でもそれでも80点以上はつけられているので、まあ、このスポーツ S プラスの良さとかも加味すればやっぱ83点はつけられるかなと。80点以上がついている車に関しては私は太鼓判万人におすすめしてもいいんじゃないかと思う、得点となりますので、走りにおいても83点という形で評価したいと思います。レクサス IS300F スポーツモードブラック、1年乗った、総合得点最終評価何点になるでしょうか。ダルル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 ル83点っていうのを平均しても88点はつかないと思うんですが、じゃあなんで88点がつけられているかというとですね、リセールの良さということで、ここはまたハリアーと同じような評価基準になってしまうんですが、やっぱり車って買うことがあればいつかはお別れが来るわけで、その時にですね、やっぱ高く売れる車であった方がやっぱオーナー思いのいい子だっていうことですよね、うん、お別れの時までオーナーを満足させてくれる、いい子だったなって思えるのはこのやっぱ IS とかですね、ハリアーとかも含めてですけども、非常に満足できる車になっています。いや、残債プラス100万で売れたってでかいでしょう。お釣りが来て、そのお釣りをですね、また頭金にして IS を買ってでもですね、月々の支払いが抑えて同じ車に乗れてしまうと、まあ、モードブラックはもう売ってないんでモードブラック S とかにはなると思いますが、まあ、同じ車に乗れるで月々が抑えられるっていうのは本当魔法みたいな感じなので、そういうことができるっていう良さはやっぱレクサスならではっていうところもあると思いますし、昨今の、まあ、中古車市場価格が高騰してるっていう部分もあります。さらにこのセダン不遇の時代にあってですね、これだけの、リセールがつく車っていうのは相当レアだと思いますんで、それもやっぱ貴重だなと思う部分も加味してですね、総合で、
88点つけられるんじゃないかと思います。かなりの高得点ですよね。それだけ満足度の高かった車だったし、やっぱ売るときにオーナー思いの良い子だったというふうに言えると思います。いやー、ここの眺めがいいんですよね。 IS ちゃんとの、ラストドライブとなるわけですけれども、明日引き取りに来るということで最後のドライブ楽しんでいます。もう本当にね、納車されて1年でしたけれども、ワンソクチューブの視聴者の皆さんからの人気も高かった1台ということで、個人的にも思い入れの深い車ですし、やっぱそもそもレクサス IS という車自体、現行型で私2回買っていると、しかも両方とも黒で買っているという、2回買ってもいいと思えるぐらいの車になっていたと。やっぱね、黒いセダンってかっこいいんですよ、まあ、黒じゃなくてもかっこいいんですけど、やっぱビシッとしたセダンに乗るっていうことはですね、本当仕立ての良いスーツに身を通すがごとくですね、やっぱ背筋が伸びる感じもありますし、冠婚葬祭どこに持ってってもおかっこいいねと言ってもらえたり、様になると、ホテルのエントランスに乗りつけても、まあ、かっこいいですし、そこから降りてくる自分の姿を想像してみてください。なんかちょっとね、身の丈上がったような感じがしませんかね。いつも言っているんですけれども、分不相応とかね、身の丈に合わないとかね、自分で言っちゃいけないですからね。なぜかっていうと、自己評価以上の自分には絶対になれないからですね。だから自分はこんなもんだと、贅沢しちゃいけないんだと思っていたら、ずっとそのままっていうことですね。人から言われる分にはいいと思うんですよ。あ、そうなのかと、今に見とろよと思っておけばいいだけなんで、ただ自分で自分には身の丈に合わないからって、言っていたらですね、結局それって変わらない自分への言い訳なんですよね。だから少し、予算からオーバーしていてもですね、無理にしろとは言わないですけど、ちょっとの背伸びで、手が届く贅沢であれば、やっぱ身の丈っていうのは自分で上げていかなければ、誰かがね、勝手に引き上げてくれるわけではないので、少しずつ自分をそうやって変化させて鼓舞してですね、アップデートして身につけるものを、良いものにしていってですね、身の丈を上げていくと、自然と収入とかですね、やっぱ本当に身の丈、身なりなんかも上がっていくと思いますんで、よくね、ネットの名言で、悩む理由が金額なら買えと、買う理由が値段ならやめろという名言がありますけども、本当に、金額で妥協するんじゃなくて、欲しいと思うものを買うっていうことが、やっぱ自分にとってはすごくね、身の丈が上がることだと思いますので、ぜひね、自分が欲しいと思う車、買われたらいいんじゃないかなと思います。そしてね、自分で好きな車買って身の丈上げて、さらに、自動車業界にね、お金を落とすことで経済回していけたらいいんじゃないかと思います。レクサス IS はね、そういうね、背筋を伸ばしてくれるような、本当仕立ての良いスーツのような、一台だったと思います。この動画がいいねと思ったら、ぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。そしてワンソクチューブではね、さっきの身の丈を上げる話みたいなね、ポジティブ思考とかですね、私がサラリーマンだったんですけれども、今ねこうやって YouTube をやるようになったきっかけとかね、そういうどうやって、こう副業を始めたかみたいな、ことを話しているメンバーシップ、攻めの車購入クラブというのがありますので、日々をね、変えたいとか、人生を変えたい、副業を始めたいとか思っている方は、ぜひメンバーシップの方も見てみてください。 iOS からではでね、メンバーになるボタン出ませんので、 iPhone、iPad からは表示されません。 PC ないし Android からアクセスしてメンバーになるっていうボタンを押してみてください。車でも何でもね、欲しいと思った時が買い時ですからね、車買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューブ、ワンソクチューブ、次回もお楽しみに。